皆さん太ってますか？どうもこんにちは、軽トラキャンパー幹事です。軽トラックなんですけれども、先日ここにあったね、荷箱、軽トラキャンプベースエボリューション4をですね、売却しまして、今何も乗ってない状態となっておりますということなんで、ちょっとね、しばらくは軽トラックで出かけるってこともちょっと少なくなってしまうんですが、ちょっとね、軽トラックの話題は一旦ここがね、次のものが出来上がるまでは一旦お休みという形になってしまうんですけれども、こちらにですね、もう一台車僕所有しておりまして、こちらね、ジムニーでございます。新型ジムニーね、JB64、 今年の年末に車検なんで、そこで丸5年になりますね。ということなので今4年目乗ってるところなんですけれども、最近ね、もう暑くなってきてエアコン使い始めたんですけど、匂いが気になってきまして、でこれはいかんなということで、今日はですね、このジムニーのエアコン洗浄、これをねやっていこうと思います。やっていくといっても僕はできないので、これはねプロの専門家にお任せしたいと思っておりますので、そちらのね映像をねこれから撮っていきますので、ぜひ最後までご覧になってください。それではカーエアコンクリーニングスタート。ではお願いします。じゃあまずエアコンの匂いチェックですね。はい、まずエンジンかけます。じゃあ大体こう AC ボタンがついてるんですけど、 AC ボタンっていうのがエアコンが効くようになって、エアコン内部のエバプレーターが結露するので、この AC をオフにしてもらって、はい、大体まあ20度ぐらいで常温で内気循環にして、こうエアコンに寄ってもらうって感じですね。はい、それだとなんか先ほどお話してたこうエンジンのかけ始めが臭いっていうのは、エアコンの内部がカビとかそういうのでこうパッと匂いが来るので臭いっていう感じなんで、それを AC がついてるとだんだん結露したり、あの冷えたりとかして匂いが分かんなくなっちゃうので、まず AC を切って常温で匂いを嗅ぐという、はい、まずこれで一回匂いを確認していただいたら、なんかね、ちょっと酸っぱいんですよね。酸っぱい、なんか生乾きの匂い、生乾きの匂い、そうそうそう、ね、うん、で、ちょっと匂いを確認してもらったら、ここからあの洗浄していくので、ちょっとエンジンを切りますね。はい、で、あのうちのエアコンの洗い方っていうのが、あのジムニーの場合だと、まずフィルター取って、汚れてるかどうかチェックっていう意味も、はい、あとここの下にブロワーファンという扇風機みたいなのがあるんですけど、それを外して、はい、ここからあのうち の, あの専用工具で内視鏡付き洗浄工具を中に入れて見ながら洗浄していくので、まずちょっとここ、ブロワーファンというのを外していっちゃいますね。はい、これがブロワーファンですね。これがあの強弱の扇風機みたいな役目なんで、これもやっぱフィルターがあってもこうホコリがついちゃうんで、はいはい、これもまあちょっと洗浄できないタイプもあるんですけど、まあ、あの今回のはできるんで洗浄これもしていきます。はい、これぐらいで出てるんで、いい感じですね。これが俗に言うお家のエアコンとかでも洗浄するあのフィンみたいなところあるんですけど、こう中こうやっぱりこうカビというかこう汚い、これをこう見ながら洗浄するんで、簡易のエバポレーターの中スプレーみたいなやつで自分でやる方とかはちゃんとこう洗剤をかけてその後すすいだりできないのでどうしても残っちゃうんですけど、うちのやつだとこう見て洗剤かけてあとすすいでいくって感じですね。でうちのやつだとこうすごい濃いんで、こう
中までこう見えちゃうんでこうこれぐらいよく見えるって感じです、はい、ガーッと洗っていけるんで、はい、でこれの排水はどこに行ってるんだっていうと下からこうポタポタ出てくるんで、エアコンのドレーンどこについてんだ、あこの前こうやってね下も垂れてくるんで、液剤とかでよく自分でやるっていう人たちが、はいはい、アルカリ洗剤みたいな強いやつ中和剤とかリンス使うようなやつでやるんですけど、はい、こうやって足回りにも良くないし、はい、そもそもがこうアルミ製のエバポレーターなんで、はい、やっぱ強い液剤使っちゃうと、うん、劣化でこうエアコン使い始めたら白い粉がバーッと劣化したアルミが飛ぶようなやつが出るんで、液剤はちゃんとこだわらないと車に良くないですね。この辺からジャバジャバ出てる。そうですね、これ排水の汚れなんですけど、うん、このタイプだとこういろんな下を伝ってるんで、はい、そのボディの汚れとかも、まあ、拾ってるといえば拾ってるんで、うん、まあその結果匂いが、はい、洗浄した後変わるっていうのが大事なんで、はいはい、ブロワー外したとこから作る。あ、そうです。こっから横に行くと、部屋が。大体、この辺にあるんですよ、全部。この後ろの。この後ろに。はい。なんでも、どんなシャツでも。はい。これ、汚れなんですけど、やっぱ洗浄した後モーター中に入ってるんで、はい、これはちゃんとしっかり洗浄した後エアーとかでこう水を飛ばしてあげないと、はい、そのままつけて車の熱でこう乾燥させるというとモーター自体に良くないんで、うん、ちゃんとエアーで乾かすっていうのが基本です、うん、エバポレーターとプラスチックの間とかってこう隙間が開かないようにスポンジとかもこうついてるんで、こうやってここに、あ結構染みてるんですね。そうです、そうです。なのでこれもうちょっと乾かしてあげる、はい、っていうので、いう感じです。はい。今度モニターないから難しいですね。これはもうね、ただこう中にバーッとエアをずっと入れとけばこう乾くんで、はいはいはい、うん、これが超音波で除菌剤、除菌防カビ剤をこう浸透しやすい粒子にして中に入れていくんで、まあ、洗浄プラスこれが結構大事っていう感じですね、うん、やっぱダクトとダクトのこう連結してるところってスポンジがあるんで、そのスポンジがこう半乾きの匂いしたりとかするんで、うん、液だとここの上から、はい、でここにフィルターがあってここから吸うんだけど、はい、これ反対にすると外気、はい、だとただ向こう外側からバーッと吸っちゃうんで、はい、基本やっぱ車は、はい、こう内気にしといた方が、はい、いくらフィルターあるって言ってもこう、うん、外のゴミ吸いすぎちゃうんで、はい、本当雨で曇っちゃう時ぐらいだけ外気使う方が、はい、わざわざね外の汚い空気吸うのって。こんなちっちゃいフィルターだけだとやっぱり全然こう吸い取れないから、はい、エアコンフィルターがあったところからもこう除菌剤を入れていきます。吸ってる、
内除菌。室内除菌。これは閉めた方が効果が。どうしてもエアコン内部って結露するから、はい、その家のエアコンとか空気清浄機って内部乾燥機能みたいなのがあるんですけど、はい、それをまあ自分で作り出さないといけないんですよ、はい、よく皆さんこう AC がついた状態でこうまあ車走らせてお家に帰って駐車するとき、はいはい、この AC を切って、はい、あの中風だけ送風みたいな形にして、うんまあ、5分10分だいたいまあ中乗っとくってなったら暑いから、はいまあ、ローにしといて、はいまあ、ずっと乾かす5分10分乾かしてもらう、うん、でまあまああのエンジンちょっと5分10分かけといても大丈夫だったらこうホットでこう5分10分乾かしてもらうと、はい、中のこうエアコン内部が結露してた状態が一回全部乾燥できるんで、はい、カビ防止になるんですね。そうですね、カビ防止、まあ、家のエアコンとか の、はい、あの内部乾燥機能っていうのを自分でちょっとやってもらうって感じですね、うんうん、やっぱついてないんで、はい、どうしてもでやるとよりこうカビが発生しにくくなる、はい、車の中ってどうしても湿気とかが多いんで、はい、あのお車駐車するときよく薬局とかで売ってる水取り蔵さんとかを、はいまあ、車内に置いとくと大体1ヶ月2ヶ月ぐらいで水溜まるんで、はいまあ、それでこう中をこう湿気を取るっていうのも、うん、あのいい方法かもしれません、はい、うん、匂わない、綺麗になりましたね。ありがとうございました。カーエコンクリーニング株式会社愛車のエアコン掃除屋さんでは、まあ、全国施工可能なんでちょっと顔出し NG なんですが、あのバレないようにまあ全国施工可能で、まあ、あのイエローおじさんっていうのとピンクのおじさんが全国にいますんで、まあ、あの出張費もなくあのお伺いできますので、車のエアコンの匂いとかあのエバポレーター、つまりお困りの方、軽自動車からトラックまでできるんで、まあ、ご連絡ください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。